審判ってこうして、あ、お知らせされてる、発情してるね。すごい、動けるな、なんか、うん、止まんないね。はい、ね、なんか止まんない。おいしいおいしい。え？ちょっと見えちゃうかな。もうチンパ飽きたんじゃない？木持ってる。見える？うん。怖いよね。カイトは何見てるのそこで？ねえ、ママ。カイトチンパ見えるの？何も見えないじゃん、そこじゃ。見える見える。かわいい。見えない。子供から棒取り上げた。怒って怒ってる。喧嘩する。いや危ないからやめなさい。やめなさい。先生なの先生。見えた？取ろうとしてる。まあ。野菜の。野菜の。ありがたいよ。何？すげー。こんな面白いチンパ見てやれないの？あと2時間ぐらいチンパ見せる。チンパなんで動いてるよ。他の動物動いてるのいなかったじゃん。冬眠中だもん今な。ヒョウヒョウみたいなやつしか。ヒョウずっと動いてるじゃん。ダメ。動いてたやついいんじゃん。ダメ。みんなあれ寝てるやつばっかりだよ。ほら、でもでこかチンポもね。普通にチンポもあったね。痛いよ。枝使って蜂蜜飲めんだって。枝使って頭いいね。石使って貝割るんだって。ヒロトより頭いいかも。木の枝使ってアリを釣る。あ、もうあと終盤だよ。あと2個。どうなの？アビシニアコロンブスとアフリカハーバーアフリカバードハウス。その方電気かわいい。カイト持ちたよ。かわいい。超かわいい。あーけー。ねえ。子供だね。ねえ、じゃれてる。あ、喧嘩してる。やだ。やだよ。すごいかわいい。楽しそう。踏まれてる。マジで。大きい。大きくない？お父さん。あれだよ、志村動物園だ。志村けいさんが怒られてる。嫌だよって言ってる。なんで怒ったの？遊んでんだ。喧嘩してない。で、やめなさい。体押さえて。あ、でこの人何？あれが心配だと思うんだよね。どこに行きたいの？あ、じゃあここずっとこっちへ行かなきゃダメ。ママ、中へ帰る。